これどういう料理かというと、うん、まず生きたまま檻の中に入れて、うん、どうもオカルトコレクター田中俊之です。どうも元仮想職員の池田花尾です。まあ田中さんはあんまり食事とかってあんま興味ないよな。あんま興味ないな。コンビニでこれ好きやとかなんかある？コンビニでいつも買うのは、うん、日本ではないな。どこで？タイはいつもあれあるやん。あれあのチャーハンウエチセットがあるやんか。となんか温泉卵みたいなやつ。カニチャーハンと温泉卵。あれは確かに買うけど。でもまあコンビニで唯一買う。なんで？コンビニで唯一買うとしたら、これ食事じゃないけど、あのメントスのクレープ味。それだけは買う。あほんま。あ、そう。それぐらいかな。僕なんかオレンジ味のグミよこうでまわ。なんかグミが好きやわ最近。おお。グミっぽくない？顔が。いや分からん。そんな話はどうでもええねん。言っといて。うん、あのまあその食についてなんやけど、はいはい、世界三大珍味とかなんかあるじゃないですか。キャビアとフォアグラだとなんやけど、うん、トリュフとか、うん、とかまああるじゃないですか。うん、で世界各国でそのいろんな料理があったりするじゃないですか。うん、例えばそうやな、あの中国系のスーパーとか行ったらさ、うん、なんか僕見たことあるんだよ、あの犬のブロック冷凍でなんか袋で置いてあるやつとか。日本でも普通に実は買えたりとか。あ、犬の？うん、あんねん。まあなんか、うん、その中国の人に聞いた時は普段食べるっていうか、なんか お祝いというか、なんか特別な時に食べる感じやって言ってて、はいはい、また多分日本でいうとこのすっぽんみたいな感じかな。すっぽん別に食べへんけどなんかあるみたいな、うん、まあ、そんなんやと思うんだけど、まあ、そんな感じで世界各国にいろんなやつ、うん、ね、料理とかあって、うん、でもやっぱ今ねもう食べられへんってやつもあんねんで。あ、そうな、うん、でそれがね、うん、フランスの郷土料理というか伝統料理で、うん、オルトランっていうのがね。オルトラン聞いたことないやん。これ何の料理なんて言ったら、その中世以降にフランスのボルドー地方、うん、ボルドー多分ワインとかで有名なとこやんな、うん、そこの伝統料理で、はい、そのオルトランの料理っていうのがあって、うん、それがもう世界中の美食家たちがこぞってこれを食べるぞっていうすごいなんか有名らしいね、その道では、うんうん、でも全然僕知らんかったんやけど、これちなみにその、まあ、これは物語の話だけど、レクター博士ね、うんうんうん、もうオルトランが大好きということで、もうじゃあちょっとなんかグロい感じやな。もうそれでなんかわかるやん。え、あれじゃん、猿の頭。いや違うんだよ。これがまあ、うん、いわゆるちっちゃいスズメなんやけど、あ、うん、ズワオホオジロっていうらしいんやけど、そのスズメ料理らしいね。へえ。でこちらですね、フランスのミッテラン大統領も大好物やったっていうふうに。ほう。まあなんかそれ有名な話らしいんですよ、そのフランスの中ではね。でなんやけど、うん、この料理あのもうちょっとやめましょうっていう。うん、で量も禁止とか言って、あの規制しますとか言って、1979年以降ぐらいから規制の方向に走ってんねんて、うん、でなんでかって言ったらめっちゃ激減してんねんて、このスズメちゃんが。でっていうのもあったりとかして、あと考えいいですよね、レクターさんの話が出た時、うん、ちょっとグロいんちゃうんで、うん、まあ別に他の料理でもグロいのあるんやけど、これもそうやねん。あと食べ方変やねん。変な、うん、変やね。あのこれどういう料理かというと、うん、まず生きたまま檻の中に入れて、うん、光を完璧に遮断します。おまず真っ暗にします。おでそん中の箱で育てられんねんけど、餌だけはあげられてめっちゃ太らせます。おでその太らせた上にブランデーにまずビシャってつけます、うん、からの丸焼きです。え、残酷やな。まあまあまあ、フォアグラも残酷やもんな。うん、そうやね。なんか、おう、まあ、おうおうおうみたいな。え、真っ暗なとこに入れる。うん、そうやね。らしいで。なんかそれがストレスかな、もしかして。ああ、ストレスを与えるかもしれないですね。で、さっき言ったその食べ方もな。うん。なんかちょっと、儀式的って言っていいと思うわ。もし僕がそのオルトランっていう料理を食べてるのを田中さん見たら、多分引くと思う。うん、
フランス料理とかでさ、こうナプキンをこうなんかこう置いたらこうこうやったりとかやるやん、うん、なんかちょっとおしゃれな感じで、うんうん、あれをまずね頭からかぶります。えで料理ごと包みます。おで食べます。こうやってあ隠れてくるだから食べてるところのさ、うん、その写真がみんなな白い布をかぶったやつがバサってこうやってこうやって食うてるからほんま儀式的やん。めっちゃ気持ち悪いね。なんかそれはなんか一応その香りを逃がさないためみたいな、なんかと、うん、あとはしゃぶりつくのある。要は丸焼きやから、うん、手も足も目も全部ついてんのよ、はいはいはい、それぶわしゃぶるからそれを見せないためらしい。あえでもうまいってことやろな。まあうまいんじゃない。でそれでそのミッテラン大統領も超大好物。うまいんや。でこれがね1980年以降ぐらいから、うん、このスズメちゃんのですね、まあ、84% 減少したっていう。取りすぎて取りすぎて、うん、で先言ったように、ね、伝統料理もあるわけよ、うん、だから伝統料理やから向こうの当局が密漁とかしてても、うん、まあちょっと見て見ぬふりみたいな、うんうん、伝統料理やしみたいな、はいはいはい、まあなんかあるじゃないですかそういうのって。日本でもそういう感じの雰囲気ってあると思うんですけど、うんまあ、そういうのがあったんやけど近年、うん、もう違法ってもうやってんねんからちゃんとしましょうぜってことで、うんうん、なんかあの結構まあちょっと今厳しくなっていってるみたいで今現在はまあもう食べられへんやろみたいな、うん、でもあの我々が行くようなレストランではなくて、うん、すごい最上級の、 あのレストランとかやったら、はいはい、もしかしたらまだメニューにこれ載ってるかもしれないっていうのがこの料理なんですよ。確かにありそうやな。で実際、うん、2010年代とか、うん、なんかそれぐらいとかやったらあれ消えてたはずの幻の料理のあのオルトランがメニューに載ってるって話は何個かあんねん。ああそうなんや。そう、まあ、2020年代からはちょっとその話は途絶えてるんでも あるんちゃうとは思うけどな。まあそれ言ったらええで、うん、あのスズメの丸焼きとかもあるやん日本でも。ある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 やん、うんまあ、あれとはまあ、まあ、生きたままかどうかしらまあ分からへんけど、うんまあ、まあ同じようなもんちゃ同じようなもん気するけど。あとあのあれ何やったっけ、うん、あのちょっと育った卵からああそう何やったっけ名前がな台湾とか、うん、中あるよな上海とかひよこ以下のやつな。そうそうそう、うんうんうん、あと何やったっけなんか豆腐があってさ土壌が中にこう最後豆腐入っていくやつ温めて熱いから豆腐に逃げ込むやつとかもなかなかそんなんもあったけど、まあ、なんかそっち系に近いよな。お、まあ、あと、まあ、最後に、うん、そのこのミッテラン大統領の逸話みたいなのがあって、うんまあ、これが僕は最後に一応伝えたいんですけど、うん、もう超好きやから、うん、最後の晩餐もこれでいったらしい。亡くなる何日前だから9日前10日前とかもこれが食いたいって。かなり好きやねん、うん、癖になるんかな。うまいやん。来れへんけど、まあ、でその食べ終わった後に、うん、後ろにグーン沿ってエクサシーって言ったっていう。マジで。いやほんまかどうか分からへんけどエクサシーって言ったらしい。なんか入ってるやろ。分からへんけど、まああのなんか別の世界に行ける料理という異名も取ってる、ほう、はい、料理なんですけどもね、まあ今はちょっと食べれないのが基本らしい。魅力的やけど。ちょっと気になる。気になる。どんなんなんやろなと思うけど。でもうちのばあちゃん、うん、スズメの丸焼きめっちゃ好きでさ、うん、子供の頃なんか家の近くの焼き鳥屋さんがあってん、うん、スズメの丸焼き。珍しいな。珍しいやろ、うん、でいつもバリバリ食えてた。あ丸焼き、うん、バリバリ入れたわ。もうあんまないよな。もうさすがにな、うん、僕もなんかちょっともらって食べたけど別にまあうん心臓とかの方が美味しいかな。まあそうやな。ネギマとか、ネギマとかな、うん、ハツとかな、ハツズリとか、ズリとかなの方がまあ僕は好きですけどね、まあまあまあ、まあ、っていう話。あるって言ったら一回は食うかな。あ一回、うん、満たされたら。あるんやったら。ああああ。そういうでも世界の幻の料理みたいなもんなんか面白いね。ああ。ここでしか食べれないみたいな。だからほらあのキューバ行ったやん、うん、でキューバサンド食べてほしかったんよ。キューバサンド食べたで。あ食べた。美味しかった。うん。うまかった。うまかった。屋台の。あ本当。うん、屋台というかもうここ誰が来んのっていう廃墟みたいな建物。いや廃墟というか、うん、屋台は屋台なんや、うんうん、だけど周り何にもない。何やねん。何やねん。だから高速道路の真ん中にあるみたいな、うん、ええマジでここ誰が来んのやろ。車止まるんかな。止まって買うんかな、うん、まあでもここがうまいねんって言われて食ったけど、うんまあ、確かにうまかった、うん、あうまかった。めっちゃローカルなキューバサンド。へパン焼いて。ああそれは食べたいな、うん、だから確かに
店とかじゃなくて、うん、なんかもう兄ちゃんが一人でやってるみたいな。キューバ行ってもうたらアメリカ行かれへんになるやん、no. そういう制約があるから世界中の食べ物を食べるのむずいよな、うん、いやそうやで。だって北朝鮮の冷麺食べたらアメリカ入られへんな。北朝鮮もあかんやろな。うん多分あかんと思う、うん、でもなんかめっちゃ美味しいピョンヤン冷麺めっちゃうまいってこっちとは全然ちゃうねんな言うやん、うん、食べてみたいけどな。いやあれなんやろな、うまいやんな。ほんまに結構8割ぐらいその理由で北朝鮮に旅行行きたいもんな、うん、ああ冷麺だけな。冷麺だけで怖いしなせやな、いらんことしたら、うん、せやな。飛行機やばいしな。あそうなん、うん、あまあ電車のもあんねんけど、うん、あの飛行機のルートも今やってるのかどうか分からんけどあんねん。一応その北朝鮮の航空会社みたいなのがあって、うん、コリョ航空やったかな、なんかあんねんけど一つ星やでのあんねん、その安全基準のやつ、あの世界で唯一の一つ星な。怖あの旧ソ連製の機体とかやね。で滑走路ガタガタやから着陸してからずっとガタ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 って言うらしいで。ということで本日もご視聴ありがとうございました。